ビジネスの未来を切り開く革新的なアイデア、その扉を開ける。サントリーザ・カクテルアワード2022は鮎川雅紀さん、アケムツです。おめでとうございます。アケムツを創作されました近畿エリア代表鮎川雅紀さん、おめでとうございます。この素晴らしい舞台に去年も出させていただきまして、で今年も挑戦させていただいて、このような賞をいただきまして本当にありがとうございます。感謝しかないです。西日本最大の都市大阪、阿倍野にある一軒のバー。開業は2013年、以来厳選したウイスキーや繊細なカクテルで愛され続けてきた。オリジナルカクテルのアケムツ、今年のサントリーザ・カクテルアワードで最優秀賞に輝いた一杯だ。アイデアの扉を開けるキーマンはオーナーバーテンダー鮎川雅紀。アイデアの扉を開ける方法とは。納得がいくものができるまで根気よく考え続けること。僕が大会には出てるんですけど、練習するためにはその時間を作ってくれるスタッフがいたり、先輩に意見をこう頂戴して、こういうふうに演技した方がいいんじゃないのかとか、さらにもっといいものがないかと思って考え続けてたどり着いた。鮎川さんもアイデアの扉が開いた。100点ではなく120点を目指そう。過去の大会優勝者を徹底的に研究、他のカクテルコンペにも出場し腕を磨いた。考え抜いた末に生まれた一杯のカクテル、それがこのアケムツだ。サントリーが日本初のカクテルコンクールを開いたのは今から90年以上も前の1931年。洋酒文化の継承を歴史的社会的使命と考えるサントリー、脈々と受け継がれてきた貴重な洋酒文化としてのカクテル、それを将来にわたって継承していく目的で1994年、現在のサントリーザ・カクテルアワードの前身となるコンクールを始めた。創造性や技術などを競い、その年の最高峰のカクテルを決める現在のスタイルとなって、今年で28回目を迎えたカクテルアワード。国内外で広く知られている雪国、日本で誕生したオリジナルカクテルの代表格もここから生まれている。今年のテーマは今この時代を表すカクテル。ファイナルの会場に選ばれたのはサントリーホールショーホールブルーローズ。不可能の代名詞とされる青いバラの名を冠するこのホール、新たな挑戦の場として活用してほしいという思いからその名が付けられた。カクテルアワードの舞台となるのは今年が初めて。最終選考に進みブルーローズに集ったのは全国12のバーからえりすぐられた腕利きのバーテンダーたち。誰もが一杯のカクテルに自らの思いを込めた。もちろん鮎川さんもその一人だ。コロナ禍が終わってほしいなという願いを込めて、今の時代を夜明けの時代ということにしまして、夜明けを知らせる鐘、明け方の6時に時刻を知らせる鐘で明けむつというネーミングにたどり着きました。朝焼けのグラデーションを表現したく、グラデーションのカクテル、2色のカクテルにしました。ジンをベースにリキュール、柚子シロップ、グレープフルーツジュースをシェイクしてカクテルグラスに注ぐ。グレナデンシロップをグラスに沈め、夜明けの空、そして未来へと羽ばたく象徴として鳥をあしらった。ベースとなるお酒には日本ならではの6種類のボタニカルを使ったジンを選んだ。去年100点の出来のカクテルだと決勝に臨み準優勝に終わった鮎川さん。
2021年のサントリーカクテルアワード2位にあたる賞をいただいて、2位の時より考え抜けたことが良かったのかなっていう、はい、2位の時の自分のこの労力よりもう一つ二つ掘り下げることができた。コロナも落ち着きを見せ始め、夜の街に人が戻ってきた今、改めてバーの魅力が問われようとしている。一杯でその1000円、1500円のものをこういただく、自分の技術であったりとか研究知識思いを乗せるとかっていうことがあって初めて1500円に足りうると思うので、お値段に足りうる自分になるように毎日切磋琢磨研鑽しないといけないなと思ってます。100点ではなく120点を目指す。これがアイデアの扉を開ける。